皆さんお元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり最後までご視聴お願いいたします。最後まで聞いていただいたその最後にグッドボタンを押していただきまたチャンネル登録まだの方はポチッとそしてまたベルマークもポチッと押していただけたら嬉しいです。本日2月27日火曜日 一瞬一瞬を楽しもうという題でお話をいたしますどんな状況の中にあってもそれを楽しみ感謝し肯定的に捉えていくことはできるはずです反対にどんな状況の中にあっても苦痛を感じ文句を言い否定的に捉えることはできますよね時々ストレスで押しつぶされそうになる気がめいって落ち込んでしまう立ち上がれない そんな時私は肯定的な側面を探します。今こんな最悪な状況だけど何かこのことを通していいことはないかな。辛く悲しく押しつぶされそうでも必ずね感謝できることがあるんですよね。そしてそれを感謝すると次第に浮き上がっていきます。その状況を楽しめるようになっていくのです。ありがとうっていう言葉があります。 もう世界で最も美しい言葉の一つだろうと思います。で、このありがとうを漢字で書くとね、ありなんて書きますね。あることが難しい。まあ、つまりですね、あることが嬉しむ難しいっていうのはね、嬉しいことばっかじゃないですよね。ああ、すっごい嬉しい。それも難しいかもしれない。でも、とんでもない。こんなことが起こるはずがない。もう嫌なこともね、 ああるるなんですよねあることが難しいつまりあることが難しいことを「ありがとう」って言うんですよねそう私たちは嫌なこともいいことも「ありがとう」って言ってくださいいいですねまあ私はボランティアの活動をいくつかやっておりますボランティアっていうのはね収入にならないんですよね自分の実績ともあまり関係がない不思議ですけれど終わった後に もうたまらない充実感があるんですねさらにそのボランティアで通常では知り合えない人と知り合うことができたり通常ではできないような仕事を任されるようなことがありますそんなボーナスがあったら最高ですねまあ時にねボランティアっていうのはいいように利用されてね使いっぱしにされたと感じて惨めな気分になることだってあるんですよね でそんな時もね、悔しい、ありがとう <laughs>、まあ、そうやってね、感謝をし、楽しもう、そうしたらね、楽しむことができます、まあ。嫌な思いをしたらね、その嫌なことを人にはしないようにしたらいいわけですし、必ず何かを学ぶことができる。聖書をこう言います。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。 すべててのことについい感謝しなさい皆さん試練にあったら喜びなさいとも言っています。どうぞ苦しいことがあります。悲しいことがあります。いつまでも続きません。必ず終わります。あの長い梅雨の時期の雨もね必ず止むようにこの寒い冬もね必ず終わって春が来るように苦しみは必ず 終わるどうぞ私たちはやがて天国へ行ってね永遠の楽しみがあるもちろん神様苦しみに合わせないでくださいって祈ることは大切ですでも苦しみが来たらありがとう神様に感謝をすることを忘れないでください今日もこの一瞬一瞬をね楽しんで生きていこうじゃないでしょうか 三宗の家に行き賛美を捧げよう御前に進み感謝を捧げよう喜びの声と感謝に満ち溢れ